本日午前10時ごろに死亡との関連疑われる事象が追加で2件あったということを小林製薬が公表したと承知をしております。改めてお亡くなりになった方とご遺族にお悔やみを申し上げますとともに、健康被害を受けられた方の一日も早い回復をお祈りを申し上げます。金融庁と金融庁日銀の幹部が緊急会を開きました。関係省庁が連携して対応するために昨日厚生労働省、消費者庁、農林水産省および国税庁の4省庁による関係省庁連絡会議を開催をいたしまして、状況の報告等を行いました。その上で小林製薬の製品のほか、同社製の紅麹を原材料として使用している関連製品についての対応を判断するため、本日厚生労働省において審議会を開催し、専門家の皆様に事案の状況と対応の必要性を審議していただく予定と承知をしております。政府のこうした取り組みを把握した情報について WHO への情報提供や災害交換を通じた外国政府への情報提供を実施しておりまして、引き続き適宜適切に海外にも発信し、日本の食品への信頼の確保に努めていく考えでございます。